よく来たわね。早速剣の稽古を始めましょうか。前置きを長くしても仕方がないわ。これは花よね。それぐらいは私にもわかる。それをなぜ私に持ってきたの？似合う。この花が私に。そんなことを言われたのは初めてだから。綺麗って確かに敵を倒す時の立ち筋なんかは見事だと自分で褒めたいことはあるけれど、外見は強さとあまり関係がないわ。強そうな見た目なのに実力の低いものというのは往々にしているわ。外見に惑わされてはダメよ、味方。そうかしら。それは何？防具の一種ね。作り方がわからないわ。味方、この構造ではマキリの攻撃すら受けられないわよ。長い髪は戦闘に不向き。短い方がいいわ。なぜ？味方、説明して。
さっきあなたは特訓と言ってたわよね。これにはどういう効果があるの？いい加減にすることね。なぜそのように生きていく上で無意味なことにこだわるの？こんなことに時間をかけるぐらいなら剣の技を少しでも磨いた方がいい。そうでしょう。私と仲良くなりたい。私は戦いしか知らない。一緒にいて楽しいはずがないわ。これをかぶればいいのね。なんだか恥ずかしい。どうしていいかわからなくなる。難しいわ。あなたは変わってるわね。普通の人間は私を恐れるわ。でもあなたといると今までに湧いたことのない奇妙な感情に襲われるわ。嫌ではないわ。ただ自分が自分でなくなりそうで少し怖くなる。ミカト、どこへ行くの？